こんにちは、眼科専門医の平松瑠衣です。目の病気についてお話ししていきたいと思います。弱視についてお話ししていこうと思います。弱視とは目の何らかの病気、例えば網膜剥離、白内障などではなくて、目の発達がうまくいっていなくて視力が出ていない状態のことを言います。視力の成長とはどういうことかというと、赤ちゃんは生まれた時に視力は 0.1 も見えていません。体が大きくないように目の方もまだ成長はしていないんです。生まれた瞬間からついつい私たちと同じように見えてると思ってしまいますが、そうではなくて、いろいろものを見ていく中でだんだん成長をしていくものなのです。視力の成長は具体的に、一般的な成長をしている場合は3歳ぐらいまでに 1.0 出れば、十分成長していると言えます。つまり3歳までは完全な視力が出ていなくても、それが正常であるとも言えるわけです。ただもちろんこのような視力の成長も、例えば1歳でもほとんど見えてないっていう場合は、その平均よりは見えてないという判断で治療することもあるので、目安として3歳で 1.0 出ているというのが、いわゆる視力の成長となります。じゃあどうやって視力が成長していくのかというと、体と同じで使って、また栄養をとって成長していくものです。けれども、ちょっと使うだけではダメで、しっかりと目を使っていかなければいけません。例えば骨折した時、ギブスを巻いているとその腕が小さくなったというような経験がある方もいるかもしれません。要は使わないとその体の部分は、弱ってしまうのです。具体的に目はどういうふうに成長していくかというと、このような何か物を見た時、これ目の玉を横から切ってみた絵なんですけども、この物を光が集まって目の奥、網膜というところでバッチリ光が集まった状態、この状態で目が刺激されて成長していきます。例えば、子供の頃、虫眼鏡で黒い紙を焼いた、あんな感じで光がきっちりと焦点を合わせることで成長していってくれます。ですから、遠視というような状態だと、その焦点が合いにくいです。斜視、目が斜めになっていると光がうまく入りにくいです。眼瞼下垂、これはまぶたが下がっているってことなんですけれども、まぶたが下がると、光が入りにくくて成長しづらいことがあります。また、白内障などがある子の場合は、それによって光が入りにくくて成長しづらいということがあるので、それぞれ原因に応じて成長させていくような治療が必要となってくるわけです。